アイテム番号。SCP-10、オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-10 を構成する物体は高セキュリティ施設内の番号を振られた鍵付きの箱に収納します。テストの被験者以外は装着してはいけません。SCP-010 を保管庫から移動しても良いのはテストの時だけです。説明 SCP-10 は、はっきり特別できる鋳鉄の首輪に金属製の番号タグが付いたものが6つ、それと1つのリモートコントロール装置からなります。コントロール装置が SCP-010-1 です。首輪は SCP-10-2 から SCP-010-7 です。首輪の中には入り組んだ電子部品があり、小さな、直径 5mm、厚さ 2mm、100V のバッテリーで電力供給されています。バッテリーは充電可能です。リモコンは重くて黒い箱で、旧式の携帯ラジオ送受信機に似ており、素朴な青みを帯びた白のブラウン管とラベルのない、100個以上のボタンが、周波数チューナーと共についています。試行錯誤の結果、現在発見されている6つの首輪すべての周波数が見つかっています。ロシア語のラベルがピラミッドを建設する労働者のロゴと共に操作機に貼り付けられています。公式のロシアの企業や政府機関はどこもこのロゴを使っていませんし、貼り付けられたラベルの文言と同じ名前ではありません。首輪を誰かの首につけ、留め金をかければ、リモコンで挙動をコントロールできるようになります。アドレナリンの分泌を促したり、交感神経の活性化や非活性化をしたりする能力もあります。首輪の最も異常な特徴は身体の形態への影響力です。リモコンの使用者は犠牲者の死体をある範囲で再構成できますが、その範囲の制限となるものは明らかにリモコンのプログラミングについての知識だけです。ホイ010-1来歴。SCP-010 が発見されたのは合衆国中西部のある独居男性の地下室からで、局地的失踪事件が彼と関連付けられた後のことでした。警察がその男性の家を強制捜査した際、彼らは何人かの死体と共に SCP-010 を発見しました。死体の一つは住人男性のものと判別されました。他の死体はそれぞれ失踪した人々のものでした。死因は集団自殺とみられます。しかしながら、まずは激しくもがき苦しんだ痕跡があったのです。ホイ010、二分解実験。試験1、SCP-10-2を区分ごとに分解し、パーツにラベルを付け何枚か写真を撮り、それから組み立て直した。結果、組み立て直した後、SCP-10-2は再び機能した。試験2、SCP-10-2とそっくりな SCP-010-8を組み立てた。ただし複製不能な構成部品について最小誤差が残る。結果、SCP-010-8は機能しなかった。試験3、複製不能な構成部品を SCP-10-2 から取り SCP-10-8 の適切な場所に設置した。結果、部品を取り除いたら SCP-010-2 は機能しなくなった。SCP-10-8 が機能し始めた。試験4、構成部品を SCP-010-2 に戻した。SCP-10-2 の構成部品のうち複製可能なものをランダムに複製と置き換えた。結果、SCP-010-2は構成部品を戻したら機能し始めた。複製可能な構成部品を複製と交換してもそれとわかる効率低下はない。損耗したトランジスタを交換したら、送信してからリモコンに入力されたコマンドに SCP-10-2 が反応を示すまでにかかる時間が 12% 減少した。ホイ010-3。SCP-010 が効果的に機能するのは、他のどんな課題よりも非熟練労働者を作り出す場合にだとはっきりした。ロゴにぴったりだ博士。